はい、こんちくわ。この前ね、マンコロ、マンちゃんでね、玉ねぎサラダの半額のコーテ買ったんが、賞味期限切れとったやつやって、賞味期限切れてるでって電話したら、えらい謝ってきてくれはって、その時に、八百屋のね、担当の方が、高校の寂しい方やったんですけど、来はって、これくれはったんです。佐賀県大量町産秀島みかん、秀島さんが作りはった秀島みかん、これね、そのちょっとこの寂しい人がね、凍った商品 4,50 円ですね、サラダの半値のやつやからね、これうちの一番うまいみかんですね、持ってきてくれはってね、実食しますわ。これね、そうそう、見に行ったらね、これね、サンキューパ、なんとサンキューパ40円か50円のサラダ買うて、1日日付ずれとってサンキューパのみかんだって、申し訳ないね、これ。あ、この感触、好きな感触。あ、指痛い、逆向け。これ好きな感触や、家のおうちの伝統の柔らかさや。うん、これ絶対うまいと思う。もうこの向き加減でわかる。言われます。切られ、うますぎた。申し訳ない、ほんまにまんちゃん申し訳ないですよ。こんな40円のやつでこんなんであれしてくれて、ほんま申し訳ない。めちゃくちゃうまい、マジうま。大きにまんちゃん、失礼します。もしまた見たのを持ってくれはる人はね、チャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、スズマークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイなら、バイちゃー。